本当に昨日任官されましたか？作戦中に死亡した指揮官の代わりに来たという新人の指揮官、何を考えているのやら。はい？いや、何でもない。とにかくあなたは今から本分隊の指揮官になります。現在進めている作戦の引き継ぎが必要ですが、よろしいでしょうか？作戦について簡単に説明します。46時間前、この区域を捜索していた2系1分隊との通信が切断されました。通信履歴が何も残っておらず、捜索が必要との判断から私たちが投入されましたが、指揮官が死亡するという事故がありました。問題はその指揮官だけが作戦区域の座標を知ってたってこと。指揮官様、座標について何か聞いてない？そうだよね、だと思った。うん、私が知っています。うんうん、そうだよね。うん、うん、作戦前に入力されました。私が先頭に立ちますから、ついてきてください。あ、オッケー。それからあなた、ラピでしたっけ？ん？自分の指揮官も守れなかったくせに、新米だのなんだの難癖つけないでください。この方も私たちと同じく命を懸けて人類のために戦われるのです。ですので、また今度このようなことを口にした時は、私も黙ってはいません。おお、何これ、もうギクシャクしてる？そうね、私の失言だった。謝る。謝るのなら私にではなく指揮官へお願いします。申し訳ありません。え？怒らないの？今回の指揮官様はちょっと変わってるね。どうしたの？具合悪そうよ。なんだか体調が。メンテナンスを手伝うわ。上着を脱いでもらえる？え？ここでですか？何？問題があるの？だって指揮官もいるし。なんだ、指揮官様がニケを女として見るとでも？心配ご無用、私たちは血も涙もない、ただの戦闘兵器だから女として見るわけないよね。そうだよね、指揮官様。そう見てるんだ。あ、もう大丈夫です。不慣れな環境でちょっと誤作動を起こしたようです。脱いで。もういちいち反応しないでよ。大丈夫ですって。誤作動が起きた際、メンテナンスは選択事項ではない、必須よ。わかりました。さあ、指揮官様はあっち向いてて。異常なし。だから言ったじゃないですか。移動を続けよう。お、見えてるよ。ジョーク、ジョーク。通信が。こちらラピ、シフティ、聞こえる？あ、やっと繋がりましたね。状況はどうですか？新しい指揮官と合流できた。座標も確認して、今作戦遂行中。はあ、よかった。輸送機との連絡が急に途絶えてしまい、びっくりしました。ちょっと、しっかりしてくれる？敵陣のど真ん中に輸送機を送ってどうするの？はい？
もう鉄くずになったよ。おかげで完全にしくじるところ。該当地域のラプチャーは対空火器を保有していません。それで輸送機を送ったんですが。は？シフティ、輸送機のブラックボックスデータを送ってほしい。ただいま分析中です。終わり次第すぐに送ります。あともう少しです。ええ、お願い。はい、少しだけお待ちください。さて、それでは。はじめまして。私はアーク情報部に所属するオペレーターシフティと申します。これから作戦をサポートします。よろしくお願いします。はい。前方にハイクラスのエネルギー反応を探知、ロード級と推定されます。なんでここにあんなのが出てくるの？一時退却を提案します。でも行方不明になったニケは見捨てるしかないよね。地上で行方不明になったニケの回収率は 0.2% よ。捜査作戦なんてただの見せかけ。あなたも知ってると思うけど。でも見捨てるわけには。危険です。中隊クラスを指揮するだけあって戦闘力が高めです。シミュレーション上での勝率は高めですが、こちらも被害がかなり。 24.35% の確率で全滅するかもしれません。指揮官、諦めますか？でしたらご命令ください。それで十分です。私たちは指揮官の命令に従います。ラジャ。指揮官様、死んじゃうかもよ。私たちは頭さえ温存すればいいけど、人間の指揮官様は違うわ。それでも大丈夫？オッケー、分かったわ。指揮官、私の後ろにいてください。私が必ずお守りします。状況終了。被害報告をお願いします。損傷は軽微、残弾数は良好、以下同分。左側の鎖骨フレーム破損、右下のプロテクター大破、右眼レンズ榴弾により損傷、ターゲット認識には異常なし、破損率 17.05%。 作戦は続行可能です。はい、わかりました。怪我がひどすぎるわ。大丈夫です。もうすぐ座標位置に到着します。急ぎましょう。指揮官指揮官様、何してるの？ニケにはそんなの意味ない。いいえ、あります。心が満たされる感じがしますから。指揮官、ここにも包帯を巻いてくださいありがとうございます。もう全然痛くありません。ここです。先発隊はおろか、誰もいないわ。います。いや、本当にいないんだけど。探してみましょう。何なの？ラピ、輸送機のブラックボックスの解析が終わりました。テキストデータで送ります。ラジャ。マリアン、止まって。はい。あなたが輸送機を撃墜したの？は？いいえ。二度も輸送機の内部で爆発が起きた。
今回の作戦で使う予定だった爆弾よ。外部からの起爆信号なしには絶対に爆発しない。そしてその起爆信号の識別コードはマリアン、あなたよ。いいえ。目的は何？ここです。答えて。答えなければここで処分する。ここです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 。あ、侵食反応を確認。いつから？ラプちゃんに中枢神経を奪われました。コーリングシグナルを感知、阻止してください。撃ちます。命令を。前方からハイクラスのエネルギー反応。この振動パターンはブラックスミスが来ます。コードネームブラックスミス、タイラントモデルの一つです。地上に上がったニケを捕まえてラプチャーの部品にする特殊モデルです。ここ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 です。行方不明になった先発祭は多分あれにやられたのでしょう。まだ間に合うかもしれません。マリアも先発隊も。ラピ、何を？ブラックスミスは捕獲したニケをしばらくの間保管します。時間的には生存している可能性が高いと思われます。どうされますか？どうって何よ。頑張って逃げなきゃ。ご命令ください。ラジャ、正気なの？死んじゃうよ。アニス、やってみよう。やってみたいの。見つけた？まだわからない。いいよ、じゃあやってみよう。シフティ、サポートをお願い。え、はい。まずシミュレーションの結果は、わかりました。ただいまよりタイラントモデル003ブラックスミスとの交戦に入ります。エンカウンター。